ケンジ。ということでね、ちょっと今回ねメインストーリーをやっていこうと思います。メインやってまたあの石川先生と雅子さんの話をやってって感じかな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。弟ね、救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。どうも。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、鷹をあざもうらから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。その余裕ないんだ。ということでメインストーリーですね。砕けた土。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。はあ、支度できたなあ。本当にやるつもり。タカのためだから。そう、アザモウラはどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ。でも火事場で働いてる奴がいるって聞いた。お、きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。へえ。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。究極のいい人っぽいな、タカ。見つかるなってなってますけど。ああごめんね、馬ちゃん。もうかだ。行け。二人とも早く荷車へ。小勢だな、任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。そうだね、わかった。もうこの目立つ行動したら殺されそうだよな、タカが。荷車の中に隠れろ。はい。構えて、身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなる。うん、怖っ。おい、止まれ。ナースだ、ナース。ほれ、酒だよ。酒か、ほら行け。あ、よしよしよし。よ、ドキドキするな。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくことも。まあ、重宝されてそうな感じあるけどな。まあ、そうそう、奪い返したいね、弟さん。着いた着いた。ドキ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 。ボンコ、ボッサディッチ。アホが戻ったか。この時代の娯楽ってやっぱ酒とかなんですかね。もうこの拠点、アザ、アザモーラ。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですか。村の半分が焼かれてる。怖。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ、気をそらせろ。うん、やってみましょう。お願いします。するな。酒井様もご分を。
タカが待ってるよ。行こう。うん。終わったら村の外にある辻で待っとります。ユナの後へ。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか。のろしを上げさせるの。敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ。分かってる。お、いいね。見て、門のそば。お、どこだ？あった。あれが一人の頭か。クズめ。あいつ、捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。おうぞ。あいつについていけばいいのか。チュハロ、ヤスンベ。あ、ちょっと待って。ベリダルビッシュバスン、ボロタ。ちょっと待って。あー、やっぱ気遣いたらダメなのか。あ、難しいな。ステルスは苦手だよ。どこから切り込めばいいかわかんないもん、まず。後ろからやればいいんだよな。ハルツが最後。わっ、気づかっちゃう。あー、でもダメか。気づかれないようにか。どのルートで行けばいいかな。요청시와뒀다잘못빚어この女逃げ出そうとしたのは3度目です。焼いてしまう見せしばいに首をさらしておけ。きっとタカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。怖い怖い怖い。お、あっち行ったぞ。こいつ何を言っている。カジヤのタカという男。おっ、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。タカいるね。カジヤがいない。わしだってカジヤだ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを。だがお前も気を抜くでないぜ。あの野郎め、タカがやられる。やばいね、弟やられるぞ。いる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 。兵が大勢おるな。一人を見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。抜け道？
通りだ。お。いや怖いわーマジ。あ、いた。休ませてくれ。タカだ。タカ。やめてくれ。お。おお強い。ようやく弟に会えた。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。おお。よし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 、ようやく弟が。あ、よかったよかった。でもこの村の人たちどうなるんだろうな。この近くに民家。ではそこから出るぞ。はい、見つからないように。よし、でもちゃんとカバンで行かないと。あ、向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。はい、弟来れるか。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あ、そうそう、ケンジが村から出られていたらね。でもあれでしょ、あのお酒飲んで酔っ払わせてるはずなんだけど。とりあえずここ出ていいんだよな。もうやだよ、もうステルス。あれ、どこだ。え、なんか離れてね。いいのかな。四つ筋。ジロフテラスター。ヤギヨンパッシンタ。お、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。オッケ
ちでいいのかな。お、向かってる向かってる。目的地までの距離が出ないからな。あ、いてー、マーク見えた。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。はい、ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。うん、ナイス。ふぅ、これで少し物語進んだね。弟を助けられたから。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。よかったね。酒井様、助かりました。お姉ちゃんにも会えたし。お姉さんとはどのように。命を救われたのだ。そうそう。俺と同じですね。弓取りの丘。あ、アジトみたいなの作るのかな、私たちも。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。お、タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい、ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。うん、助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。猛虎何人いるんだよ。本当すごい。お主らは小松だよな。俺は後から向かう。ジン、ありがとう。とりあえずユナさんの目的は達成した感じやな。よし、火を起こせ。いやー、進んだ進んだ。オッケーオッケー、技量獲得。さてさてさて、お、3個の物語更新だって。もう一仕事。ああ、そうだね。これはちょっと裏でやろうかな。そう。次のメインストーリー、これが火事場に火を。ユナの弟とタカを助け出してから、二人とはしばらく離れていた。二人が無事に小松へ。二人が無事に小松へ着いたか確かめておかねば。タカが回復していれば、おじ上が囚われている、カネタの木の壁を越える道具を作れるかもしれんと。そうだね。まあ、次のメインこれですね。まあ、あ、なにこれ、ケンジのターンとかあんのこれ。ケンジの話。へぇー。ただ、サブイベントさ、なんか全部やるとめっちゃ量がありそうだから、この、仲間たちのメインストーリーは動画にしていこうかなと思います。だから、まあ、石川先生でしょ、まさこさんでしょ、まさかのケンジもそうなのかって感じなんだけど。ということでね、じゃあ今回メインがっつり進めましたので、じゃあ次回はこの石川先生とまさこさんとあとケンジの話かな、やっていきます。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。いやー、よかった。今回ね、難しかったんだよ、ステルス。よかったよかった、突破できて。